もこんにちは、バツヌジです。今回はなぜか誰も教えてくれない武器スキンとチャームの最高の組み合わせを紹介します。皆さん、武器スキンばかりで目が行きがちではありませんか？実はエーペックスには武器スキンの他にチャームを武器につけるっていうシステムがあるんですよ。なので今回はその最高の組み合わせを全部で5組紹介しようと思います。この動画を見ていただくと、皆さんの武器スキンをさらに見栄えを良くする組み合わせが見つかるかもしれません。また今回紹介するものを知ることで、具体的な組み合わせのコツまで理解することができます。特に最後に紹介するものは俺史上最高の力作なので、ぜひともこの動画最後までご覧になってください。今回は自分の持っているものの範囲で紹介するので、まだまだもっといい組み合わせあります。ぜひとも皆さんなりの組み合わせがあればコメント欄にて教えてください。ちなみに今回はランクの報酬でもらえるチャームはなしと考えます。なのでバトルパスやイベント、またはパックで入手できる低コストなものばかりなので、ぜひとも参考にしていただけると嬉しいです。ちなみにこのチャンネルでは Apex が100倍楽しくなるをテーマとした動画を毎日19時にアップしていきますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは早速本編。さあ、ではまず一つ目の紹介です。まずは出始めとしてお手頃なところから攻めますか。まず武器と武器スキンがこちら、ピースキーパーのアークティックです。出ました、リアリティシロのくせに優秀すぎる武器スキン。困ったらアークティック、とりあえずアークティック。俺はあえてアークティック、いやそれはアコースティック。そしてこの武器に最高のマリアージュを起こしてくれるチャームがこちら、ダイヤモンドです。アークティックって遠目から見ると結構綺麗に見えるんですけど、近くで見るとちょっと汚れがついてるんですよね。そこがやっぱ白リアリティクオリティ。実際に使ってみるとこんな感じですね。正直そんな変わらん。このダイヤモンドはかなりの汎用性を秘めているので、また別の武器で試してみるのもありかもしれません。まあもしかしたらピースキーパーとアークティックってのがちょっと違うかなって最近思ってきましたね。はい、では次2つ目の紹介です。これはね、かっこいいよりも可愛いのが勝ちますね。こいつね、結構嫌いでしたけど、最近強化来てちょっと好きになっとんね。俺も所詮アップデートでコロコロ変わる人間だったわ。そんな一気に出世果たした武器と武器スキンがこちら、ヘムロックのインテンシファイアです。可愛いでしょ、いい緑してる。そしてこの可愛さにさらなる磨きをかけるチャームがこちら、サムライネッシーです。はい、よいしょ。これはもうベストオブプリティワールドレコードでしょ。ネッシーさんの緑色とヘムロックの緑色が完全に一致してるんですよね。こちら参考映像です。武器を眺めるシーンではあんまりよく見えないですけど、 EDS してる時は少し見えやすいかもね。もしかしたらなんですけど、チャームってあんま見えない。まあそんなわけあるか、お前今更そんなこと言うてな、意味があるからあんねやろこれ。それではお前、意味がないっつったらお前、下がるはテンション、奪うはテンション、待ち待ったのは週一のバケーション。では次に3つ目の紹介です。これはね、一応2パターン用意したんですけど、やっぱりこっちの方がかっこいい。武器自体は嫌いです。はい、嫌いです。なかなかうまく使いこなせないんでね。これに関しては全面的に俺の方が悪い。そんな圧倒的な武器と武器スキンがこちら、プラウラーの、待って、ダーククレイムだっけ。こっちのモンスターと間違えそうになるんですよね。角があるので ADS した時はちょっと見にくいですけど、悪い角の使い方の例です。見た目はいいんですけどね。そしてこのスキンもっとかっこよくするチャームがこちら、古代の栄冠です。チャームで日本のお守りを採用するってめちゃくちゃセンスあると思いません？最高ですよね。これは思いつかんかった。すみません、参考映像として準備したんですけど、これ実は武器持ってなかったんで、一応ですけどこんな感じになりました。部屋の片隅にちょこんと飾っておきたいですよね。ちょっと和と洋の雰囲気が混在してるので、ちょっと気持ち悪いとは思いますが、実はこのお守りをつけるとさらに敵に弾を当てやすくなるんですよ。着弾祈願、思いっきり嘘ですけど。ということで4つ目の紹介します。こちらはね、きっとチャームの存在が一番大きい武器ですね。これが俺の渾身の一撃ですので、ぜひ見ていってください。この武器うまく使えると相当うまいですよ。は？そんな圧倒的武器と武器スキンがこちら、ウィングマンのサンバース。この黄色の部分、この黄色はなかなか民度。この色の感じはね、完全にカレーパンマンのカレーですよ。ちなみに見やすい方のウィングマンです。殺人光線の色違いなので、殺人光線持ってる方はぜひ再販来た時に買った方がええよ。これ使ってレート少ないから。そしてこの武器にめちゃくちゃぴったりなチャームがこちら、不屈です。まずこの不屈のチャームが主張も強すぎず地味すぎない、ちょうどいいラインにいてくれるので、ちょうどいいラインにいてくれるので、それがウィングマンの派手な感じとマッチしてすごくいいんですよ。この不屈、俺的にこの組み合わせが一番いいと思ってるんですけど、もっとね探していきたいなって思ってます。できることなら全部の武器につけたいもん。でもそんなこと許されない。別にええやんけ、ケチやんそれ。ゲームそれお前お前それゲーミングケチやんけお前。おい。ということで今回最後の武器スキンです。ちょっとこちら謝罪いきます。今から紹介する武器スキンとチャーム、どちらも持ってないです。いい感じのね参考映像がないんで、実際にゲーム内で持ってる方試してほしいな。試してからのお試しみ楽しみみたいな感じにします。そんな圧倒的人気武器スキンと武器がこちら、またもやウィングマン、そしてディスマントラーです。いつもこのチャンネルの動画を見てくださってる方はそろそろ気づきだと思うんですが、お前どんだけディスマントラー紹介すんねん。ですよね。返す言葉もございません。もし正面でそんなこと言われたら仕
回言えません。そんな毎度毎度のディスマントラにぴったりなチャームがこちら。できればですね、チャーム持ってない方の方がほとんどだと思うんですけど、プレデターバッジがいいんですけど、とても現実的とは思えない。なら赤いチャームで一番かっけえの何ってなったら、このエペックスロゴですよね。わざわざクラフトメタル使って入手する必要はないです。いつかゲットできた際にはぜひとも試してみてねって感じです。はい、というわけで今回は以上です。皆さんどうだったでしょうかね。案外チャームってこだわってるようで、こだわってない方の方が少ないでしょう。ぜひこの動画を機にローダーと画面確認してみてください。今回はほとんど自分が持ってるアイテムのみで構成したので、至らぬ点多々ありました。ということで、バッジとスキンの構成のコツは、色と世界観と全体的なバランスを整えるってことです。案外簡単なので、ぜひとも皆さんもチャレンジしてみてください。この動画参考になったよって方は、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。終わり。We'll be right back.